四方院は、方形の中庭を囲んで、一棟三室、東西南北四棟を単位とする、北方中国伝統的家屋建築である。道路に面した建物の壁と接続して高さ2メートル、近いレンガ壁が築かれ、南側に大門を構える。中国の河北地方以北及び西北地方に多く見られるが、特に北京市街において建てられたものが著名である。 雲南省昆明市五角に残る四合院北京の四合院は、領代には基本的な構造は形成されており、その後の金、元、明、新代を経て現在のような構成となった。明、新代に建てられた北京の四合院住宅は約100年前に新庁が崩壊してから近年の再開発で多くが消えるまで住人が何度も入れ替わった。その過程で、 一軒の死亡院に中庭を囲んで数世帯が雑居する大造院が登場した。また、新朝の頃までは貴族や裕福な一族が住んでいた大きな邸宅が中華人民共和国成立後に国家機関の職員の住宅として割り当てられた。このような大きくかつ風格のある死亡院を新宅大院という死亡院の模型の写真。写真右下が 南東の方角にあたり、大門がある。四号院の院とは、中庭のことで、中庭を中央に設け、中庭の中央に、十文字の通路を作り、その東西南北の突き当たりに、それぞれ一棟ずつ建物を配置する。そのため四号院と呼ばれるようになった。北側に設けられるのが、西房であり、氷座式にあたり、主人夫婦が住む。 そのため屋根も他の胸より高い。東側に設けられるのが東久志棒である。東の脇の間であり、主人の両親や長男が住む。西側に設けられるのが清掃棒である。西の脇の間であり、次男が住む。南側に設けられるのが東座棒であり、逆向きの間である。コックが住み、厨房や川屋が設けられる。 これらの四棟はそれぞれ独立して建てられており、中央の十文字の通路を通らなければ、訪問できない。四号院の大門は風鈍に面し、外部からの客は大門を入って、狭い通路を通り、影壁に突き当たって、左に折れ、前帝に出る。前帝は、中庭とは、しでか門で区切られている。前帝に面しているのが、東座坊である。西房が四亡院の北側すなわち、 駅の八景でいう、漢にあたる。大門は、東南隅の方向にあるから、八景でいう、辰巳にあたる。この、館卓、辰巳門の配置が、風水的に、最も理想であるとされる。都市開発により壊されていく、死亡院廃墟伝統的な死亡院の中庭に、欠かせないのが樹木である。きたりによると、母屋に向かって、左右対称に木が植えられた。 植えられる樹木については、古いことわざに、創流、にレンジふすむタクが、鉄則とされた。クわは、元発音が同じであるから、柳は、葉の形のようにお金が流れ落ちてはいけないことから、ニレはその節の多さから融通の効かなさの象徴だから、演じは、漢字の右側に、鬼の字があるから、と、それぞれ言われる。新中国の成立後は、 一家が一つの死亡院を占める例は激減した。21世紀に入って完全な形で見ることのできる死亡院の多くは学校や役所などの公共施設やホテルなどになった。一つの死亡院を複数の世帯で共有するケースが主流である。2008年の北京オリンピック開催に伴う都市整備や再開発でその多くが取り壊された。 1919年、路人こと、周樹人は、故郷商工、新大門にあった、周一族の屋敷が売りに出されたので、北京内情勢北区新外八道湾11号の四号院を購入し、路人の母、弟の周作人、末程の修岳とその家族と共に居住した。この四号院は、南北63メートル、東西26メートル、 敷地50坪ほどの日置式死亡院であった。この死亡院は少なくとも1990年代以末まで一般の市民が暮らしていたが、彼が作品を書いた書斎がそのまま残っていた。死亡院の多くは一般的には見学はできないが、著名人の居住した死亡院は参観が可能である。地方によって中庭の広さ、壁の厚さ等が異なる。北京。 東北部等の寒冷地では日照を確保するため、中庭を広くとっている上、屋根や壁を厚くしている。潜水省、山水省等では西日を避けるために、東西の幅を狭く、南北の幅を長くしている。ありがとうございます。